皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のりこです。今週の b ファーストのスケジュールをお届けします。一つ目が今週の b ファーストスケジュール。二つ目が b ファースト出演予定フェスやライブの情報をまとめ。三つ目が YouTube の各ミュージックビデオの再生回数についてです。では、まず一つ目、b ファーストのスケジュールについてですが、先週の追加情報からお伝えします。 まず一つ目がとっても嬉しいお知らせなんですが、スッキリの公式 YouTube にて、ほぼ毎日ライブフェスで披露されました、b ー s t の3曲のパフォーマンス映像が公開されています。これは本当に嬉しいですね。録画された方もたくさんいらっしゃるかなとは思いますけれども、より手軽に見ることもできますし、 当日ご覧になれなかった方も、たくさんの方にこの3曲の魂のこもったパフォーマンスをご覧いただけるっていうのが本当に嬉しいなと思っています。そして Spotify のバズトラ深掘り賞3月度前編というコンテンツに、ソーたとレオがコメントゲスト出演しています。続きまして、アルファ U ですね。これは先週初めて解禁された情報なんですけれども、ブームバックの世界観が、 メタバースで表現されているということで、私も皆さんに説明できる自信がなかったので、ちょっとこの件についてはこのチャンネルでご紹介しなかったんですが、先週とても話題になったこのアルファ u の BBB プレイグラウンドリミックスというものですね。こちらが昨日まで渋谷とそしてオンラインで開催されていました。 それで昨日で終わったものにはなるんですが、なんと今後は渋谷で開催中の BBB エキシビジョンでこのコンテンツを楽しむことができるということです。3月21日までの平日限定となっています。私もこのオンラインイベントに申し込んでみたんですけれども、実はすべての枠で外れてしまいまして参加することができませんでした。ただ実は明日 BBB エキシビジョンに 行く予約が取れているので、また明日これを体験してみて、皆さんにもどういうものだったかっていうのを後日ご紹介できたらなと思っています。それ以外にも昨日おとといダンクショーケースにビーファーストが出演しましたよね。この様子に関しましては本当にたくさんの情報が公開されていますので、ちょっとまた別でまとめてお知らせしようかなと思っていますので、ここではダンクショーケースについては省略しています。 では、ここから今週の b ファースケジュールです。3月13日月曜日0時から東京 FM 沢本ゴンパチのすぐに終わりますからという番組にレオがゲスト出演しました。こちらはすでに放送は終わっておりますが、ラジコでまだ聞くことができます。3月14日火曜日23時59分まで、 小マイナーサベチのグッズの受注販売が受付終了となります。24時59分から MBS で王城際の意味を知れ第2話が放送されます。宮山良希さん出演です。25時28分から TBS にて同じく王城際の意味を知れ第2話が放送されます。 放送終了後、MBS 動画イズム、TVer、Hulu にて配信開始です。26時4分まで、TVer と MBS 動画イズムにて、往生際の意味を知れ、第1話が配信終了となります。3月15日水曜日、20時から、Hulu で、ダンク Hulu 特別版が配信されます。 今後、毎週水曜日の20時に1話ずつ公開されていく予定です。24時58分まで、TVer、日テレただにてダンクの第6話が配信終了となります。ダンクのテレビでの放送は今週と来週はお休みとなるようです。3月16日木曜日は現時点では特にありません。3月17日金曜日、22時45分頃から、 CBC ラジオ b ファーストの b トーク k 春と龍兵両機の出演です。3月18日土曜日、17時から JWAVE にてギャオミリオンビリオン、ジュノンと両機の出演です。18時からギャオにてミリオンビリオン連動企画が配信開始となります。マナトとイリさんの対談です。18時からラインブームにて ミリオンビリオン連動限定映像が配信されます。20時からスマッシュにてビーファーストズホリデーの最新話が公開されます。23時から NHK 総合にて放送されますベニューワンオ101にビーファーストが出演します。こちらの番組は生放送なので、スタジオの様子は生放送となりますが、ビーファーストのパフォーマンスに関しては、竜兵の年齢の関係からおそらく 収録されたものになるんではないかなと思っています。3月19日日曜日13時から JWAVE セゾンカード東京ホット100にショーマイナーサベチがゲスト出演します。はい、今週のスケジュールは以上です。v ニュー e 101の放送本当に楽しみですね。続きまして b ー s ト出演予定フェスライブの情報をまとめです。 こちらに関しましては、現時点ではゴールデンウィークの2件のフェスに出演予定がありますが、それ以外は特にありませんので、もしかしたら来週以降新しい情報が入ってくるまで、この情報に関しては一旦お休みにするかもしれません。5月4日木曜日のビバラロックの情報については特に変更ないんですが、5月5日金曜日、ジャパンジャム2023、こちらのタイムテーブルが発表されました。 b ー,ーストの出演は14時30分からということですね。それに伴いまして、チケットの販売も再開しまして、3月21日の16時まで、第3次抽選選考受付中です。続きまして、b ー,ーストオフィシャル YouTube の各ミュージックビデオの再生回数を見ていきたいと思います。こちらはどういった形でお届けするのがいいかなというふうに、ずっといろいろ試行錯誤していたんですけれども、 現時点でたどり着いたのは、これが一番わかりやすいかなと思って、今週以降はこの形でご報告していくようにしようかなというふうに思っています。一番左に各ミュージックビデオのタイトルを書いていて、その隣の濃い水色で色付けをしているところ、再生回数というところですが、これが現時点での再生回数を表記したものになります。 その横ですね、2月3週から3月2週という欄が4列にわたってあると思うんですけれども、これは各1週間でどれくらい再生回数があったかということを示しています。一番上はチャンネル登録者数ですので、前の週に比べてどれくらいチャンネル登録者数が増えたかということを示しています。なので、一つだけ例を追って見ていくと、 水色に色をつけているブンブンバックのミュージックビデオですが、現時点での再生回数は604万回。そして今までの再生回数は2月3週が344万回、2月4週が104万回、3月1週が87万回、3月2週が69万回。そして現在人気32位のミュージックビデオにランクインしているというふうな見方になります。 このような形で全て記載しています。この表はこれから基本的に毎週載せていこうかなと思っていますが、一つ一つ読み上げたりはせずに、その週のトピックスだけ取り上げていこうかなというふうに思っています。今週に関してお知らせしたかったことは、ブンブンバックのミュージックビデオがまだまだ人気32位のミュージックビデオにランクインしているよということと、 あとは先週の月曜日に公開されましたブンブンバックのダンプラですね。こちら1週間で109万回の再生回数がありました。そして現在人気急上昇中の音楽第9位にランクインしています。こちらの表で2月の3週を黄緑色で色をつけているんですけれども、この理由としては2月の3週はブンブンバックのミュージックビデオがリリースされた週になります。 なのでこれは以前お伝えしたんですけれどもこの週だけ他の週に比べるとすべてのミュージックビデオにおいて再生回数が伸びているんですよねなので新しい楽曲をリリースするとその効果で BE:FIRST 自体の注目度が上がって他の楽曲もたくさん再生されるようになるよというお話を以前させていただきましたですごく面白いのはそれ以外の週に関しまして ほとんど毎週再生回数のブレがないんですよねずっとコンスタントに同じくらいの再生回数を保っているっていうのがすごく不思議だし面白いなというふうにこれをまとめながらいつも思っていますあとはそうですねスクリームの再生回数が現在1581万回ということでこのペースでいくと再来週くらいには1600万回達成ということになりそうだなというふうに思っています はい。ということで、この再生回数については以上となります。今週も b ファーストを応援していきたいと思います。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。